世界の今がわかる特派員中継のコーナーです、はい、今朝はタイのバンコクから久住記者です、うん、久住さんおはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。久住さんお願いします。今どちらにいらっしゃいますでしょうか。今ですね、私はタイのバンコク、まあ、オフィスなどが立ち並ぶ、まあ、割とこう中心部に来ているんですけれども、はい、今こちら朝の7時です、うん、なのであの朝のマーケットが今この路上にですね、はい、出てます。今ちょっとカメラ切り替えますね、こんな感じになっているんですよ、はいはいはい、でこう朝の時間帯から、まあ、お昼にかけてこういうお店が立ち並んでて、うん、こう結構人が行き交ってますよね。こうタイの人って、一般的にこうお家で朝ごはんを食べずにこうやって朝、うん、買ってオフィスで食べたりすることが割と一般的なんですって。なので皆さんも朝ごはん代わりに買い物袋なんかを持って、うん、このままオフィスに行かれたりするようなんですよ。これどういうのが今売ってますか。これは、うん、これはですね、スマム、うん、お菓子ですね。豆菓子みたいなものが売ってたりだとか、はい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 、ちょっとカメラを、ね、こんな感じで、おフレッシュジュースですね。服とかもありますけど、あ、これジュースなんですね。ここでみかんを絞って、うん、やったりとか、あ、そうなんですよ。服とかも売っててですね。ねえ、これね、ランチタイムで買い物をされるような人もいるんですね。これはその朝一みたいな感じじゃなくて一日中やってるんですか、ここで。大体朝からお昼にかけて、うん、まあ、ランチを買う方だとか、まあ、そういうようなイメージですね。なるほど。でお昼の時間帯が終わると、一斉に引いていくというか、うん、そうこんな感じでもう屋台でそのまま作ったりも。確かに出るんですよ。これ結構、ね、いい匂いがするんですよね。これ何ですか、この今の卵料理的な。これはですね、オムレツ、ね、オムレツ、まあ、タイ風オムレツと言いますか、はいはい、卵と、うん、あとはいろんな具材が置いてあって、で、お客さんがその具材を選んで、うん、で、まあ、自分のオムレツを作っていくと、そういうような美味しそうですね。いいですね。これ朝からこういうのちょっと健康的でいいですよね。うん、自分で具材が選べるのもいいですね。まあ、たださっきフライパン見てましたけど、うん、結構な油を使ってました。確かに油の量が確かに結構すごかったですけどもね。ちなみに結構半袖の人多いですけど、はい、気温どれぐらいですか。うん、今ですね、まあ、タイの中でも、まあ、寒気に入ったということで比較的涼しいとは言いつつも、うん、今だいたい25度。ぐらいかなと。ちょうどいい。半袖でも、うん、ちょうどいいですね。過ごしやすそうですね。ちょうどいいです、うん、過ごしやすいです。今日本はもう冬ですけど、ね、いやもうね、今日ね本当寒いんですよ。寒かったです。東京本当に今日朝来るとき雨降っててみんな凍えながら来てましたね。もうこちらはもう皆さん半袖ですし本当に暑いので季節感をちょっと忘れてしまいますっていう、ね、そうですよね。うん、本当にいろんなお店がありますね。どうなんですか。そんなね屋台が並ぶんですけども、うん、はいはい、今日お伝えしたいのはですね、まあ、うん、日本でいうと、うん、まあ、こういった屋台で売られている、うん、ちょっとこちら、うん、あら、あ、これは見えますか。さつまいもですかね、うんうんうん、今ちょっと外れました、はい、あ、今入りました。さつまいもです。さつまいも、はいはいはい、この日本のさつまいもが今タイでもう爆売れしてると、そ, うそういうような話題をお伝えできたらなと思っているんです、はいはい、タイにはさつまいもがないんですか。あのタイにもあるんですけど、うん、まあ、この日本のさつまいもっていうのがその特別に売れているんですね。でタイもともとローカルでさつまいもここでも今日お持ちしたんです、うん、今日ねたまたま屋台では売ってなくて、残念ながらこうもともと持ってきたものこれ、お、あーでもこっちです。あまあでもあの同じ見た目はあんまりね変わらないように見えますけど。そうなんですよね。ただですね、はいはい、あの日本のさつまいもと違って甘くないそうなんないんですよ。ちょっと
かじっちゃいます？まんまいっちゃいます？すごい、うん、おー、どうですか？あ、でもちょっと色が、あ、ほんとだ、ちょっと違いますか？赤っぽい、うん、オレンジ、あ、オレンジですね、オレンジ。味どう？だって紫のものも味どうですか？するんですけど、うんうんうん、あの、確かに甘くないです。本当にあのお芋っていう感じで、甘さを感じないなるほど、まあ、だからそれだけ食べると口の中がちょっと水分が持ってかれる感じはしますけども、その通りです。そうですよね、まあ、ちょっと水分ない中あの申し訳ないんですけど、どれくらい、なんですか、これ爆売れっていうのはどれくらい売れてるんですか？こういう元々のローカルなさつまいも、甘くないということもあって、うん、その日本の甘いさつまいもっていうのがすごく人気になっていると、うん、で、その日本のものって言ってもタイで生産されるものだけじゃなくて、こう日本からわざわざこう輸入したものが欲しいということで、その日本からタイへの輸出額っていうのがこの5年でですね、大体5倍に跳ね上がっているんですよ。もともと輸出額が2016年は1億円ぐらいだったのが、うん、まあ、去年でもう5億円近くに跳ね上がっていてですね、で特にここ数年、ここの 1,2 年でですね、その輸出額もこう2倍に跳ね上がっていて、うん、その輸出額のこう推移っていうのもものすごく上がってるんですね。なるほど。で、まあ、輸入物ということで結構まあ高いんですけども、この日本の甘さというか、まあ、そういったものを求めて、多少高くても買うというようなお客さんが結構いるみたいですね。このさつまいもはですね、まあ、そのいろんな食べ方あると思うんですね。その焼き芋にするとかもありますし、また料理に入れるみたいなのもあると思う。あと、まあ、天ぷらはちょっと難しいかもしれないですけど、どういうのが人気なんですか？そうですね、もともとあのあるさつまいも、今食べたものが、はい、あのいわゆるふかし芋、蒸したり、はいはい、茹でたりするっていうのがまあ一般的だったんですけれども、この日本の甘いさつまいもをまあより甘く美味しく食べるっていうのは、うん、その今も季節、日本の季節で一番売られてる焼き芋、うん、このスタイルがまあすごくいいということで、まあ、日本風ということもあって、はい、この焼き芋スタイルでまあ売られている、食べたりするっていうのがこちらタイでも一般的なんですね。なんかこうね、イメージ焼き芋ってちょっとこう寒い時にね、温まるみたいなイメージあると思うんですけど、季節とか暑いですよね、タイはね、うんうん、そうなんですよね。で、私もなんでこんな暑い国で、うん、焼き芋が売れるんだろうっていうのがよく分からなかったんですけども、やっぱりいろんなところで結構その売れていてですね、うん、で、あの例えば日本でいうドン・キホーテを展開している会社がこちらでも出店をしてるんですけども、はい、そういったところがですね、うん、あのこれですね、特設のスイートポテトファクトリーなんて言って、焼き芋売ってて、ここで売られるものがすごく人気なんですよ。へ、で、まあ、多少暑くてもですね、やっぱり熱々で食べる方ももちろんいてですね、温度というよりかとにかく甘いものがすごくいいんだという形で食べられたりしててですね、さらにあの、まあ、タイやっぱり暑いのでこう冷やしたタイプの焼き芋、冷やしたっていうのも、あの割と人気だそうなんです。この冷やし焼き芋というか、美味しそう。でもちょっとね、ドンキホーテのあの焼き芋コーナー、日本のよりもかなりしっかりしてましたね。日本の結構焼き芋機がね、置いてあるイメージありますけど、こうね、屋台出てるみたいな感じなんですね。そうなんですね、あのやっぱりそのお店の方にも聞いたんですけども、はい、かなりそのあのここの店は大体2019年から出店されたそうなんですけども、はい、もうかなりそのコンスタントに売れ続けていて、その日本みたいにその冬になるとガッと売れるというわけではなくて、そのずっと1年中通して売れ続けていて、まあ、主力商品の一つになっているそうなんです。これ値段はどれくらいなんですか、焼き芋？一つ80バーツですので、はい、まあ、大体350円、400円弱ぐらいですかね、うん、これ現地感覚では安い高いっていう雰囲気感はちょっと気になるんですけど、どうですか？あー、まあ、ローカルのいわゆるその、うん、タイで生産された、お芋と比べると、はい、
だいぶ高いです。2倍、3倍近いぐらいなんですけども、やっぱりあの私も今食べてすごい感じなんですけど、やっぱもう甘さが全然違って、物としても別物ぐらいの感覚がありますね。あ、そうなんですね。タイの人にとってはその焼き芋っていうのは、むしろスイーツというか、お芋として食べるよりかは、お菓子の一つぐらいの感覚があるのかもしれない。今、アイス乗せてました、なんかね、映像で。美味しそう。新しいなと思ったんですけど。ドンキで割と売れているのが、はあ、そのアイスを乗って、まあ、冷やした状態で食べるっていうことの果てなんですけども、こうアイスを乗って、アイスと一緒に食べたりするっていうのも、割と、人気で、なんとなくこう縦に半分に切って、はいはい、スプーンですくって食べるみたいな、ここにちょっとデザートみたいな食べ方をする方もいますね。そうですか。どうですか、柴田さんは焼き芋の食べ方は、うん、私焼き芋結構好きで、はい、いろいろ調理するんですけど、あの干し芋とかね作ったりしますよ。あ、そうですか、うん、干し芋はないんですかね、タイに。まだそうなんです。まあ本当にこれまでそのタイの人たちが食べていたのってやっぱりふかし芋、茹でた芋、まあ、そういったものがこう一般的だったので、うん、やっとですねこう、まあ、日本からのこう輸出のいろんな努力とかもありまして、こういろんなレシピを紹介するみたいなことがだんだんまあインターネットもあって広まってきて、先ほどおっしゃったその天ぷらだとか、はい、そういったものもあのお芋だと作って食べておいしいよっていう話でしたり、まあ、そんないろんな調理法がどん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 浸透していくというような段階なのかもしれないですね。なるほど。まあ、その今日本からの輸入というふうなところだと思うんですけれども、そのまあさつまいもってこう、まあ、あの栽培難しいところもありますけど、逆に言うとどこでも結構作れるみたいな特徴はあったりすると思うんですけど、タイでのこう、ね、こういわゆる日本風の焼き芋の生産というのはこれから進んでいくんですか？そうですね、まあ、実際にあのこういう屋台だ と、 ちょっとあまり日本から輸入したものっていうのはこの屋台の価格帯には合わないんですよね、非常に高いと、うん、ということで、まあ、タイやベトナムで生産された、うん、いわゆる日本の品種に近いようなもの、はい、まあ、こういったものが割と安く売られているっていうような現状はあるんですけれども、私もこれ食べたんですけども、うん、まあ、やっぱり、輸出されたものの甘さに比べると、はい、あんまり甘くないかなというのを感じますね。なのでやっぱり品種だけじゃなくってこの生産の仕方だとか、はい、その調理方法だとか、まあ、そういったものが大きく影響するので、やっぱそういう意味で言うと日本産のもの、うん、日本から輸入したものっていうもののこうニーズっていうのは引き続きあるんじゃないかなというふうには感じます。うん、まあ、確かに気候とかにもよるのかもしれないですね、この甘みっていうのはね。うん、そうですね。そうですね、まあ、日本の農家さんこういろんな努力でやって、育て方だとかもいろんな工夫をされているので、はい、まあ、そういったところも含めて、うん、あの美味しいさつまいもができていると、うん、そういうようなことなんですね、はい、ということで今日は久住さんにこうバンコクの芋事情を伝えていただいたということで、なんかやっぱりマーケット見てると発見が多いですね、久住さんね。そうですね、まあ、毎日行われていることなんで、こうタイの人たちがどんなものがこう好みなのかだとか、はい、トレンドも分かってくると思うんで、また朝のマーケットからお伝えできる機会があればと思います。ありがとうございます。さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、美味しそうでした。美味しそうですね。結構あのさつまいもは好きなんですね、うん、料理するんですね、はい、そう、私結構好きなんですよ。ドンキホーテのお芋とかものすごく美味しいですよ。いや、美味しいですよね。美味しいですよね。確かに。でもこれが世界でも売れてるっていうのはちょっとなんか嬉しいなっていうふうに、ね、思いましたけれども、タイのトレンドも知れてよかったです、はい、ありがとうございました、はい。